サピアタワーは東京都千代田区丸の内一丁目に所在する超高層ビル。名称は英語で知恵を意味するサピエンスに由来する。東日本旅客鉄道グループの JR 東日本ビルディングが運営しており、計画段階では JR 東日本東京駅日本橋口ビルと呼ばれていた。JR 東日本が推進した東京駅及び周辺地区の再開発事業。 東京ステーションシティにおいて最初に完成した施設である。建物は大きく分けて、オフィス、ホテル、コンファレンスの3つの機能で構成され、オフィス部分にはサピアタワーの名称にふさわしく、大学等教育機関や専門色の強いテナントも入居し、その支援施設として、会議、交流、宿泊機能がタワー内に備えられた。階から階の低層部は、 ロビー、店舗、コンファレンスピロティからなり、このうち4階から6階は、総貸室面積約1800平方メートルの東京ステーションコンファレンスが配され、代償様々なタイプの貸し会議室26ルーム、最大500名収容可能なサピアホール等が設けられた。3階にオフィスロビーを置き、7階から26階をオフィス用途とした。研究開発部門や、 大学の教室としても、対応可能な仕様とし、小規模なテナントニーズにも対応できるように、空調等のゾーニングもきめ細かく設定。また、セキュリティ対策として、品川イスとビルに続きスイカ対応のビル、入管システムも採用されている。8階から10階の3フロアは、JR 東日本相談役、松田正岳のアイデアの下、大学向けに用意されたもので、 社会人向けの授業の教室や就職を控えた在学生の支援拠点などに利用されている。27階から34階には中央部に吹き抜けを有するホテルメトロポリタン丸の内が廃された。オフィスのコアへの影響を抑えるためシャトルエレベーター方式を採用。シングル、ツインを中心とした宿泊主体型で343室が設けられた。ありがとうございます。